はい、どうもチェアホンと椿です。はい、今回なんですけれども、はい、今買うべきおすすめアンドロイド人気種ランキングということで、ミドルレンジモデル編、はい、こちらも最後のミドルレンジモデル編2023年12月版となっております。はい、はい、で国内モデルから、機種を選出しておりまして、うん、今回動画内で紹介している機種についてはすべて実機レビューをしております。動画概要欄により詳しいレビュー貼っておきますので、今回ねスペックとか、まあ、その機種の評価だったりとか紹介するんですけど、より詳しいこと知りたいよっていう時はぜひね合わせてチェックしてみてください。これからですね、まあ機種変更、まあ年末年始にかけてね機種変更される方も多いと思うので、ぜひね参考にしてみてください。それでは行ってみましょう。モバイルドットコム。それじゃあまずは第5位からですね。はい、第5位はOPPO Reno9A です。はい、今これね激安になってて、まあもういよいよ僕押していけるなという感じの1台になっております。はい、で約 6.4 インチの有機 L ディスプレイ採用で、リフレッシュレート最大 90Hz 駆動、CPU にはねスナップドラゴン 695 5G っていうのを搭載しておりまして、まあね695はまあ皆さんよく知ってると思いますが、基本動作は全然問題なくてですね、リフレッシュレート 90Hz 駆動を対応しておりますので、まあ普段使いで困ることはありません。でメモリ 8GB、 ストレージは 128GB で、外部ストレージなんかにもしっかり対応しております。うん、で、トリプルカメラ搭載で広角超広角マクロという組み合わせになっております。でバッテリー容量 4500mAh、 重さは 183g となっておりまして、まあいやまあね、僕はまあ全然問題ないかなと、まあ、椿さん のこだわりですね。まあでも大画面だもんね。はい、まあ、大画面ですからね。 6.4 インチ。はい、で、この機種ねモノラルスピーカー搭載でイヤホンジャック搭載です。ステレオスピーカーじゃないところはちょっと個人的には惜しいなと思います。ただね、はい、IP68 の防水防塵だったりとかお財布携帯なんかにはしっかり対応しております。で本体価格、公式ストアが 46,800円なんですけれども、うん、まあ、IAGM とか楽天モバイルでも展開されてるんですけど、今一番安いのは Y モバイル、41,400円税込みで、今特価セールやっておりまして、はい、なんと乗り換えで一括4980円税込み非常に安い。はい、もうこれは買いかなと。どうした？はい、5000円以下になってますんで、まあうまくねこう割引活用すればすごく安く買えるので、ぜひねチェックしてみてください。詳しくはね URL 動画に載せておきます。はい、はい、でカラーとデザインなんですけれども、うん、カラーはムーンホワイト、ナイトブラックの2色展開となっております。これキラキラで可愛かったですね。そうそうそう、背面デザインがね今回すごく良くなっておりますので、まあ、そこをねぜひね一回、はい、これ千穂さん、うん、勝手に黒買ったよね。そうですね、メーカーさんからね貸し出しで借りていたホワイトと、やっぱりブラックを見たいなと思ってナイトブラックを自分で購入したというね。はい、まあ秘宝動画ありましたね一回ね。はい、可愛かったっていうね。可愛いしかっこいいのよね。はい、はい、で、使って感じた良いところ悪いところはこんな感じです。上質なデザインで背面ガラス素材になってるんで、やっぱ高級感もね、うん、出たのかなという感じがします。でリフレッシュレート 90Hz 駆動対応しておりますし、動作もね基本動作非常に安定しておりましたので、そういったところも魅力だし、バッテリー持ちもね1日は十分使えるかなっていうところがいいかなと思います。で悪いところについては、まあ、極端に光量がない暗所撮影っていうのがちょっと苦手だったりとか、うん、動画性能がね個人的にちょっといまいちかなと思いました。はい、まあ、評価はこんな感じ、まあ、非常にねバランスよくまとまってはいるので、発売当初はやっぱちょっと性能に対して価格っていうのが、まあ、ちょうどいい感じにはなってたんだけれども、激安最強コスパまではいかなかったのよね。なるほどね。はい、で今こうね割引がしっかり効いて、いよいよ激安コスパスマホとなった感じがします。非常に買いなタイミングかと思いますので、うん、ぜひねチェックしてみてください。はい、それじゃあ続いて第4位は、第4位は Galaxy A54 5G です。うん、これよく聞くね。はい、そうですね、サムスンが展開するミドルレンジモデルとなっております。うん、バランスが本当にいいミドルレンジという感じで、価格自体はちょっとやっぱ高めなんだけれども、はいはい、スペック仕様がしっかりしてるっていうのは、ね、非常に魅力的かなと思います。ハイミドル、そうですね、ハイミドルですね。うん、ミドルレンジの中でもよりちょっと高性能なブルーに入っていきます。でどんな機種かっていうと、 6.4 インチの有機 LED ディスプレイ採用で、リフレッシュレートは最大 120Hz 駆動、 CPU にはエクシノス1380というのを搭載しておりまして、基本動作は全然問題ない、うん、ゲームはちょっと物足りないかなという感じがします。でメモリ 6GB、 ストレージは 128GB で、外部ストレージにもしっかり対応してます。最近のね Galaxy のハイエンドモデルシリーズ S シリーズとかね、はいはい、折りたたみスマートフォンなんか
かはあのマイクロ SD 対応してないので、うん、 そうだね、あのそういったところはね、あのこの A54 であればマイクロ SD 対応です、うん、それが魅力ですね。でトリプルカメラ搭載で広角超広角マクロというのを搭載しています。バッテリー容量 5000mAh で重さは 201g と、これ重いのがね、そう、あの重いのがちょっと欠点かなと。やっぱ大画面で動画なんかも見やすいし、ちゃんとステレオスピーカー搭載なんですよね、うん、音もしっかり、うん、あのミドルレンジの中ではねすごく音がいい機種なんですよね、はい、だからそういうのはすごいいいんだけれどもちょっと重いっていうのはね、そこちょっと注意してください。悩ましいね、はい、まあ、でもデザインとかすごくいいからね、うん、はい、で IP68 の防水防塵抑え受け帯なんかもしっかり対応してます。で本体価格ドコモが 69,850円税込み、うん、au UQ モバイルだと 74,730円税込みとなっておりまして、各社ね割引はあるんだけれども、やっぱちょっと他のミドルレンジと比べると、まあ、あの高めラインなところですよね、はい、なんで割引うまくこう活用しつつ安く買っていただければ非常にいいミドルレンジかなと思います。でカラーとデザインについてはこんな感じで、オーサムバイオレット、オーサムグラファイト、オーサムホワイトの3色展開です。個人的にはバイオレット推しで、うん、非常に魅力的なカラーですね、はい、まあ、あの迷わず買いましたね、はい、迷ってくださいね、懐かしいですね、まあ、半年ぐらい前ですか、はい、懐かしい懐かしいで使って感じた良いところ悪いところはこんな感じで、まあ、やっぱり大画面であと直射日光下でもあのディスプレイ見やすい明るさをキープできるっていうのも魅力、うん、あとねあのトリプルカメラ搭載で暗所もね結構しっかり、やっぱギャラクシーらしい写真が撮れるというところですね、うん、なるほどね、はい、であとあの安定感あるバッテリー持ちで、個人的にすごくいいなっていうのはやっぱ高品質なステレオスピーカーですね、うん、あの大画面を生かしたこう動画鑑賞、あのそういったところも非常に魅力大事だね、でやっぱ大事だよね、うん、割るところについては、本体が大きく重い、まあ、これはね、うん、やっぱり人によって合う合わないがある、ここでありかなしかが決まる人も、ね、まあ、そうだね、まあ、多くの人はまあここで決まるんじゃないかなと思いますね、うん、であとはまあワイヤレス充電なんかにはちょっと非対応で、ハイエンドモデルはねこの辺り対応してるので、うん、まあ、この辺り必要な人はやっぱり上位モデルを選ぶ必要があるのかなと思います、はい、はい、まあ、評価はこんな感じで、非常にこう総合力に優れたモデルかなと、だから合う合わないか割とはっきりするスマートフォンかなと思いますね。いいけど、そう、大きくて重いみたいな。だからその辺がそうだね。あとは価格の問題もあったりするので、まあ、そこは用途とか目的、予算に合わせて選んでみてください。はい。それでは続いて第3位ですね。はい。第3位はモトローラ H40 です。はい、まあ、これはね、やっぱね、気に入ってたやつが、そうだね、モトローラが出した、まあ、コスパスマホですね。非常にこれはやっぱ強力な事態だったなと。3位なんだね。はい、思います。3位ですね。はい。で、どんな機種かっていうと、約 6.55 インチの有機 LED ディスプレイ採用で、リフレッシュレートは最大 144Hz 駆動、うん、CPU にはメディアテック製のディメンシティ8020というのをあの搭載しておりまして、メモリ 8GB、ストレージ 256GB。で、このあのメディアテック製のこの CPU なんですけれども、非常にこう高性能で、まあ、あの動作サクサク、はい、あのゲームもそこそこできちゃうという感じになっております、うんうん、でストレージなんかもね、こう 256GB とね結構余裕があるところもね魅力的かなって思います。あ、そっか、まあ、あのこの価格帯ってやっぱ 128GB とか結構多いので、あ、はい、まあ、そういったところはね一つ魅力になってくるんじゃないかなと思います。で、外部ストレージ非対応となっておりまして、デュアルカメラ搭載、広角超広角というのを搭載しております、うん、カメラもね結構いい感じに撮れるところも魅力です。でバッテリー容量は 4400mAh、 重さは 167g、 これはあのカラーによってちょっと重さが違ったり、あのサイズ感が違ったりするんですけれども、でも軽いね、そう、あの軽くて使いやすい1台かなという感じ、大画面なのに軽いっていうところは非常にいいところですよね。ただあのバッテリー持ちはね、あのちょっとまた後ほど詳しくお話しますが、はいはい、惜しいなというところですねでステレオスピーカー搭載で IP68 の防水防塵抑え携帯、さらにはワイヤレス充電とかね、あの高速充電なんかも対応してまして、うん、すごい、もう本当にあのちゃんとしてるっていうのがすごいですよね。でしかも価格が安い、公式ストアが 64,800円で、 IIGM だと 47,800円、今セール特価で一括 34,800円、非常にコスパ、強力コスパですね。なるほどね、はい、あの安くて強強みたいなね一台になっております、うんうん、はい、ただあのキャリアとかでのね取り扱いはしてないので、ね、サポートっていう面を考えるとやっぱちょっと他に劣るところもあったりするので、うんうん、そこだけちょっと注意しつつ選んでみてください。はい、カラーとデザインはこんな感じ、カラーはイクリプスブラック、ルナブルーのこの2色展開です。僕はブラックを購入していて、ブラックの方がちょっと重いんですけれども、うん、あの個人的に結構気に入っております。これはね、はい、好き嫌いがそうだね、あるんじゃないですか ね、 あるよね。でちなみにあのエッジディスプレイ採用しておりまして、結構珍しいの、こうミドルレンジの中で今エッジディスプレイ採用している機種って結構はい、結構珍しいんですけれども、あのこの機種はエッジ仕様になっておりますので、うん、あの保護フィルム選びが結構ね難しい、やっぱりエッジディスプレイでもかっこいいんだよね、その分だからデザイン性を取るか、はい、
フィルムの貼りやすさを取るかみたいな、ね、なるほどね、ところにありますよね、はい、はい、で使って感じた良いところ悪いところはこんな感じです。大画面×薄型、軽量というところで絶妙なサイズ感とこの本体の軽さがやっぱりいいよなと思いますね。はい、であと 6.55 インチのこの大画面で直射日光下も、ね、非常に見やすいディスプレイ採用してたりとか、うん、快適な動作、ある程度のゲームもそこそこいけちゃうので、すごいね、そういうところも魅力ですよね。さっきも言いましたが最大 68W の急速充電だったりとかワイヤレス充電なんかも、ね、しっかり対応していて、しかもちゃんと IP68 とかね、抑え携帯もあるっていうのが魅力だよね、うん、いろいろついてるんだね。そうそうそう、本当に全部入りって言ってもいいよねこれね。 SD カードがないね。そう、 SD カードとかイヤホンジャックなんでそこはちょっと注意してください。で悪いところについては本体が発熱しやすいのとバッテリー持ちがいまいち、ここだけ、この機種の弱点、ここ、そう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 、だからここがまあね、人によってやっぱり、ただその分高速充電には対応してるので、まあ充電できる環境でよく使う方だったらまあ問題はないかなという感じはするんですけれども、だからなかなかねこの辺はね用途にもよるかなと思いますね。はい、はい、というわけで評価はこんな感じです。まあ本当にバッテリー持ちが個人的にやっぱ使ってて一番、はい、そこ以外はマジで素晴らしいクオリティ、はい、の一台になってますので、コスパ最強ミドルの本当一角だと思ってます。ぜひねチェックしてみてください。それでは続いて第2位ですね。はい、第2位はアクオスセンス8です。はい、シャープのミドルレンジ、これはね今年マジでしっかり本当によく仕上げてきたなという感じがする1台です。ほやほやのやつ、ほやほやのやつです。はい、どんな機種か、そうだね、ほやほや確かに、どんな機種かっていうと 6.1 インチのイグゾーオーレットディスプレイ採用で、リフレッシュレートは最大 90Hz 駆動、ようやくですね、いや長年こう僕の夢だったこう選出シリーズの高リフレッシュレートが、はい、ついにここで実現ということで、もう本当に歓喜ですね、はい、これがマジででかい。でさらにCPU にはねスナップドラゴン 6th Gen 1を搭載しておりまして、うん、695 よりもより高性能なものになっておりますので、本当動作良くなったのよね。やっぱそうだね、そうセンス7とセンス8比べてももう全然違うぐらい、うんうん、もう違いが分かるぐらい変わったので、まあ、それよりも前の機種からの買い替えだったらまあ全然ありかなと思いますね、うん、でメモリ 6GB ストレージ 128GB で外部ストレージマイクロ SD ももちろん対応しております。デュアルカメラ搭載で広角超広角備えておりまして、広角は引き続きちょっと大きめの、ね、センサー搭載しております、はいはい、で広角ね非常に綺麗に撮れるようになっておりまして、で広角高画素なんですよね。高画素を生かした今回クロップズームにも対応したので2倍撮影も結構綺麗に撮れるようになってます。いい感じだね、いい感じでね写真が撮れるようになってるので、ね、ほんとちゃんとしてる。はい、ね、過去のセンスシリーズ使ってきたことある方であれば多分感動していただけるんじゃないかと思います。はい、でバッテリー容量は 5000mAh、 重さは 159g といい、ね、大容量なのにこう軽い 160g 切ってるんだよね、こうね、すごい ね、 ね、すごいよね。でモノラルスピーカー搭載で、ここだけちょっと個人的にステレオが良かったなと、まあ欲出しちゃいけないねあんまり ね、 そうね、はい、でイヤホンジャック搭載 IP68 の防水防塵、引き続き対衝撃も備えております。本体価格なんですけれども、ドコモが 62,250 円、au、 UQ モバイルが 59,800 円、楽天モバイルが 63,800 円、 IIGM は 49,800 円となっておりまして、テール特価で今 29,800 円、はい、非常に安い、安い、はい、やっぱコスパはいいのかなと思いますね。で、まあ、もちろんね、キャリアモデル去年よりもちょっと上がってしまってるところはあるんですけれども、はいはい、まあでもね、こう上がってる分ちゃんと仕様も上がってるので、そこはだからちゃんと評価してあげてほしい。納得できる、はい、全然納得できますね。なるほどね、非常に良くなってます。はい、そうなのよ。で、でカラーとデザインはこんな感じです。ベールグリーン、ライトカッパー、コバルトブラック、ブルーの4色展開となっております。デザインについては残念ながら、こう、なんかすっごい刷新されたとか、そういうのはね、ちょっとないんですけれども、うん、はい、中身がちょっと変わってるという感じがしますね。うん、はい、まあカラーはね、いい感じで、僕はベールグリーン推しです。はい。はい、実際使って感じた良いところ、悪いところはこんな感じ。コンパクトなサイズ感と軽さが魅力。やっぱ日常使いしやすい。うん、椿さんのご要望に応えたような感じでね、160g 切ってるっていうとこね、はい、いいサイズ感ですね。なんか違うんだよね、はい、なんか違うね、はい、で、リフレッシュレート最大 90Hz 駆動、やっぱねこれでかいよ。でスナップドラゴン 6th Gen 1を搭載したっていうのはね、こう695を抜けてくれたっていうところで、ね、一つ評価すべきポイントですね、うん、はい、であと間違いなく歴代センスシリーズ最強のカメラ、うん、ほんでちゃんとセンス7からも良くなってるっていう感じですね。ほんと使いやすくなったカメラも、はい、でバッテリー持ち非常にいいです。やっぱ引き続きこうなんかセンスシリーズの魅力みたいなところあるんですけど、バッテリー持ち相変わらずいいですね、すごいね、はい、で悪いところについては、スピーカーの音のクリアさが物足りない。やっぱスピーカー、はいはい、
ーカーはね、まあモノラルでもいいんだけれども、ーーね、やっぱもうちょっと音は良くなってほしいなと思います ね、 ね、はい。超広角カメラの画質がちょっといまいちで、今回やっぱり広角がより綺麗になっちゃってるので、その差が分かりやすくなっちゃってるのでね、はい、だから超広角ももうちょっとね高画質が上がってくるとさらにいいのかなと思います。でワイヤレスには非対応、まあまあこの辺はねしょうがないのかなという感じで、使っててね気になったのは、今回ねあの側面電源ボタン一体型の指紋認証センサーを採用してるんですけど、うん、これはねあのすごくいいのよ。去年のセンス7は電源ボタンと指紋認証センサーが別々だったので、うん、まあ、これが一体型になってくれたのめっちゃいい、これすごくいいんだけど、だ、ね、ただ逆にこうあの触るだけで反応しちゃって、結構ね反応が良すぎちゃって、誤動作しちゃうことがあって、あの使いたい時にパスワード入力しか使えないみたいなパターンがあったりしたので、まあ、そこだけあの今後押し込み式のね指紋認証選べるといいのかなと、はい、他のエクスペリアさんみたいにね選べるといいのかなとちょっと思いました、うん、はい。まあとはいえですね、評価こんな感じです。本当にバランスよく仕上がっているモデルとなっておりまして、まあ、価格と性能のバランスもよくて、しっかりあのキャリアの割引とかもしっかり入るようになっておりますので、うんうん、ぜひねあの今年のセンス8はマジでいいと僕は思います。はい、はい、それでは栄えある第1位は、第1位は Google Pixel 7A です。 7A、はい、まあ、1位か2位はちょっと迷ったんだけど、まあ僅差でこっちかなっていう感じ。僅差だからまあ難しいな、難しい結構いい、だから本当にねこれ用途によって、だから1位は変わるのかな、人によってだから評価変わるかもしれないですね、うんうん、こう1位2位はね。どんな機種かっていうと 6.1 インチの有機 LED ディスプレイ採用で、リフレッシュレート最大 90Hz 駆動、 CPU には Google Tensor G2 っていうのを搭載しております。基本動作はもちろん快適で普通に使っていただけます。ゲームがちょっと弱め、なんかねセンス8の方がゲームは意外とあの設定次第ではもちろんなっちゃうんですけど、あのいい感じがしますね。あ、そう、はい。で、メモリ 8GB、 ストレージ 128GB で、外部ストレージには残念ながら非対応となっております。カメラ、デュアルカメラ搭載になっておりまして、広角超広角、Google らしいあの綺麗に撮れる写真、うん、あと動画、ね、はい。であの超広角もねそこそこ綺麗に撮れますので、まあ、そういったところはやっぱりこのピクセル7へのいいところかなと思いますね。で重さ 193.5g、 バッテリーよりは 4385mAh、 ちょっと重いよね、はい、そうなんだよね、ちょっとと思い、ただその代わりワイヤレス充電対応だったりとか、この機種ステレオスピーカー搭載しておりますので、そういったところもちょっと違いに、はい、僕あの結構動画とかを見るんで、はいはい、やっぱここはなんか譲れない部分なのかなと思ったりもするわけですよ。はい、で IP67 の防水防塵お財布携帯対応で、うん、あの画面内指紋認証とか顔認証にも対応しております、はい。で本体価格ドコモが 75,350円税込み、 au 63,890円、ソフトバンク 79,920円、うん、Google スター版が69,300円。じゃあちょっと前に Google ストア版がね価格上がってます。あ、そうなんだ、はい、なんで今最安は au なんですよね、はい。で各社、まあ、割引入るんですけれども、この機種はもう本当にあの家電量販店さんとかで結構大きく割引入ってたりするので、うんうん、非常に安く買える、やっぱりセンス8よりも先に出てるので割引がかなり多く入ってるので、安く買えるっていうところもやっぱ考慮した形になるのかなと、うん、はい、なね、思います。やっぱミドルって安くていいのかっていいじゃないですか、うんうん、はい。なのでそういったところも考慮して、やっぱ今回は Pixel 7a かなと思いました、はい。でカラーとデザインこんな感じで、チャコール、スノー、シー、コーラの4色展開です。で、個人的にはシー推しですね、はい、はい。で、Pixel 7のような、ま、感じのデザインになってるのかなと思います ね、うん、ね、ま、結構いい感じ、僕は好きなんですけどね、まあ、あの人によってやっぱり好み分かれる部分かなと思います。で、使って感じた良いところ悪いところはこんな感じです、リフレッシュレート 90Hz 駆動だったりとか、まあ、日常動作は問題ないっていうところ、あとステレオスピーカーしっかり搭載してたりとか、うん、あ、カメラ飛ばしちゃった、カメラすごくやっぱいいですよね、はい。やっぱパシャパシャ撮れる、やっぱ Google らしいこうね、写真をパシャパシャ撮っていけるのはすごく魅力的です。使いやすいね、はい。で今回のねこの Pixel 7a についてはドコモからも発売されていますので、より多くの人がねあの手に取りやすくなったっていうところも魅力かなと思います、うん。で悪いところについては、従来比でちょっと重くなってるよっていうところ、そうだね、はい。とあと、画面の明るさがちょっと物足りないなっていう感じがしますね、はい。この辺りちょっと注意しつつ選んでみてください、はい。まあ、とはいえ非常にやっぱね Pixel 7a やっぱコスパはいいんじゃないかなと。でしかも今発売からちょっとね時間が経って、割引なんかもしっかり入ってますので、うんうん、安く買えるっていうところも魅力的です、ぜひねチェックしてみてください。
というわけで今買うべきおすすめアンドロイド人気機種ランキングミドルレンジモデル編見てきましたけれどもどうでしたか？はい、今年もねあのミドルレンジモデルいっぱい出たと思うんですけれども、まあ、やっぱりこう1位2位3位なんかはねすごくやっぱ今年を象徴するこう、ミドルレンジモデルになってるんじゃないかなと思いますね。特にこう3位のねモトローラなんかすごくいい機種だし、センス8なんかも、まあ、デザインはすごい大きく変わったわけじゃないんだけどやっぱ中身がステップアップちゃんとしてていいなって思いますね。で引き続きやっぱピクセルはコスパまあやっぱいいなという感じ、はい、でただちょっとずつやっぱり値段上がってきてるので、まあ、来年がちょっと心配かなという感じ。どんどんね、8A 出るのかどうか分かんないけどちょっとずつやっぱ価格が上がってきてるのでその辺ちょっと心配かなという感じがします。皆さんはねどの機種が良かったですか？ぜひねそのあたりもコメントお待ちしております。今後もですねこういった感じで、Android 機種のねランキングだったりとかレビューなんかをね、お届けしていきますので、ぜひねチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。もしこの動画よろしければグッドボタンいいねもよろしくお願いします。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。それでは次回動画でお会いしましょう。じゃあねー。じゃあねー。